こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の注文履歴を検索する方法についてお話しします。まずこのセーラーセントラルのオーダーズからマネージオーダーズをクリックします。そうするとこういう画面になるんですね。ここでアドバンスサーチをクリックします。そうするとこういう画面になりますので、例えば質問あった飼い主、この会社他に何か買ってんのかなと、本当に購入してんのかなというのをね、チェックするときにはこのバイヤーイメールでチェックします。あるいはね、バイヤーイメールがアカウントいくつか持ってて分かんないとか、そういう場合はですね、買った商品の名前、買った商品についての説明であれば、買った商品の名前でも検索できます。これで日付を変えて検索すれば、該当の注文が見つけられます。たまに他のね、購入者から買ってるのに質問してたりとか、そういうこともありますので、まあ、返事する前にこれで、チェックしてみてください。また、検索方法はわからなければご質問ください。以上、テンパーアカデミー、堀秀夫でした。